開幕から湧いたい川口。さあ、ダイアスで転ばせて、ソウルスパークを重ねておく。さあ、このタッチ中継。さあ、そして、しっかりとセービング打ったところに、中盤当たったらドリルしっかり打ちます。すごいですね。ローズでキャビにこの近距離戦。しかし、上から振ってこられると、キャノンストライクから EX キャノンストライク、画面端、コパンから後ろ投げ、そしてストライクが落ちてくる。このモードに入ってしまうと、さすがの川口ローズもお手上げか。さあ、下に見てから中盤奥か。さあ、打っていく。ガードされてても構わずアローを打ってきた。さあ、これわからない、表当て裏落ちでしょうけど、見づらいストライクを打ってくる。さすがのワイキャミ。さあ、このコパンからスカラーローまで、ここでスカッター。ソウルスルーで逃げに行ったが、いや、もしくはストライク読みだったのか。しかし着地に痛いお仕置きが待っていた。さあ、しかしまだローズにもワンチャンある。スパコンゲージがもうすぐ溜まる。そしてサテライトが、さあ、ゲージが溜まったぞ。フルコンゲージもマックス。しかしストライクが降ってきた。これがキャミー。